そうですね、確か高校1年生か2年生の時に一度だけ出た、記憶はあるんですけど、まあ、その時にですね、僕は初めて、まあ、世界の選手たちとですね、一緒に争った、記憶がそこだけなので、本当にあのドキドキしたというか緊張した記憶がありますね。そうですね、やっぱりその頃一緒に戦ってた選手などですね、やっぱり一緒にプロになって、まあ、たまに思い出話的なのもありますけど、まあ、そういう交流がですね、どこの舞台に立ってもですね、役に立つんじゃないかなと思ってます。まあ、僕らの時代と違ってですね、今そういう世界大会がですね、多分多いと思いますが、まあ、本当にあの友達をなるべく多く作ってですね、エンジョイしてもらえたらいいなと思います。応援します。頑張ってください。